あ、ライトアップ始まった。今着いた。音。今消えてたじゃん、さっき。着いた。すごいね、紫でライトアップするんだね。うおー、すげー。日の出公園。あっちの家、ちょっとかわいそうだね。紫にライトアップされちゃって。大変じゃん。あそこだね。あ、結構遠いな、本当に。なあ、すごいね。なんか幻想的じゃん。降りていこうか。結構すごいね、面白いね。ちょっとフラノを後にする前にさ、うん、フラノメロン食べたいじゃん。あー、いいね。夕張メロンも有名だけどさ、うん、フラノメロンもなんか有名じゃん。なんかね、フラノメロンとね、うん、夕張メロンってちょっと違うらしいよ。あ、種類が。そうそう、同じオレンジでもなんかね、違うらしい。あ、そうなんだ。フラノメロンの方が糖度が高いんだって、うん、あ、でも高級なのは夕張だよな、多分。そうそう、夕張メロンの方が食感がいいって書いてある。あ、食感がいい、トロッとするのかな。うん、あ、まあでもなんか違うみたい。せっかくフラノにいるからさ、うん、福田メロンっていうところがあって、うん、この前あのファームトみたいな帰りに見つけたんだけど、うんうん、まあ、まあ多分まだ開いてないな、10時とかからだから1、2時間待たないとダメだけど、あ、まあいいでしょう、うん、飲んできてた。見えた見えた、福田メロン。ここです、福田メロン。どう、まだ電車すごい。本当だ。ああ、10時からだって。ちょっと10時でまだ1時間半あるから、さすがに長いから、うん、ちょっとファームトミタも一回見に行こうかな。あ、これじゃない、メロンね。そうでしょう。ハウス栽培だなあ。すごいぞ、朝からめちゃくちゃ混んでる。あ、満車だって。あら、あ、お、いいんだ。
すごいね、並んでるね。うん、すごいね。よし、ではメロンに行きましょう。はい。今日は山がよく見えてる、ようやく、うん、ようやく、まあなんかもやってるけど、うん、ようやくでも霧が晴れてさ、うん、そうなんです。いくら持った？650円。650円、うん、いただきます。まあまあ超うまい。おいしい。やばい。フランのメロンは糖度が高いって書いてあったよ。わ、甘いな、おいしいな、うん、うまい。しかもちゃんと冷えてたね。そう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 、ね、冷蔵庫で冷やしてくれてるんですね。最高じゃない。いただきます。うん、まっ。超うまいね。美味しい。すごい果汁も美味しい。美味しいよね。半分だもんな。いいな。まあ最高だな。めちゃくちゃ甘いね。うん。ガチさ。綺麗に食べたね。こんな綺麗に食べれるの。そちらはなんかまだ全然残ってる。なあ、もうちょっと食べよう。うん。いや、美味しかったな。飽きてるよ。ここは抜群にいいね。美味しかった。半玉650円だよ。安い。なあ、だってさ、他のところ結構カットで売ってるけどさ、うん、8分の1カットぐらいであれ400円ぐらいしてるじゃん。そうそうそう。ね、高いとこ500円してたから。いや、うまかった。美味しかった。やっぱあれだよね、横がもうさ、農場というか、メロンの、そのメロンファームでさ、そっから毎日バサバサ出せるから、安いんだろうね。では、えりも岬に向かって進みましょう。途中帯広があったりするから、うんうん、ちょっと6号の近くも通っていこうと思って。6号？うん、あの石の家があるって教えてもらったじゃん。うんうん、そこ通って、帯広にまず行って、十勝通って、えりもだね、うん。今日はどこまで行けるかだな。そうだね。なんか誘惑が多いんだよね。六花亭とかさ、うんうん、花畑とかさ。なんかソフトクリーム屋もいっぱいありそうだし。あ、そうなんだ。うん、ここは右だね。ちょっと鳥沼公園に寄ってこう。鳥沼公園？鳥沼公園がさ、昔はさ、あれが無料だったんだよね、船が。いや、気持ちいいね。気持ちいいね。コースあるけど、無料かな。乗ってみる？無料だったら。これはむずいな。うわ、綺麗だな。うん、すごいね。超むずいんだけど。タイムと全然違うな。水がすごい綺麗。湧き水だからね、ここは確か。だんだんコツを掴んできた。大きいのが泳いでるじゃん。結構冷たい。ああ、冷たいよ。いや、良かったね。気持ちいいな。なんか藻が出ちゃったらしくて嘆いてたけど、うん、そうだね、うん、でもいいよ。ニジマスもすごい大きいのいるし、水が綺麗だな。魚もなあ。ではこれ左かな、 200m、うん、6号の方にちょっと入って、帯広湖の方に抜けていこうかな。ここか。うん、急に綺麗だね、右側の丘が。丘になってきたね。
んな小麦があるんだね、美瑛だけじゃなくて。そうだね、大きいね。大きい、うん、6号らへんか。ここらへんはちょっとあれだね、牛舎とかが多いんだ ね乳牛やってんだな。美瑛の方はさ、畑とかだったじゃん、うん、そうだ ねわあ、すごいね。この飾り除けがなかったらもっとすごいけど、ね、それはあれだよね、住んでる人はそりゃこれがあった方がいいよな。うわすごいね、こっちもすごいね、いい景色だね。うん、いい景色、山と、うん、綺麗だな。わもうちょっとで6号展望台、結構登るね。結構登る、端の端だよ。北の国からファンにはたまらないんじゃない。五郎が熊に出会った場所。たまたまかな、本当にあんのかな、そんなんが。映画で、映画じゃないドラマで、ね、偽物の熊が出てくるのかな。そんなことないじゃない、わかんないね、さすがに。おーおー、わー、あそこか。そうだね、6号展望台。すごいね、ここ。ねえ、いいね。空いてていいね。うん。いいところじゃん。急坂だって出てたな。結構急だったよ。うん、こっちも確かに急だね。なあ。ああ。なんかね、北の国からの、うん、あの何？全部お金がかかるみたい。ああ、そうなの？うん、入るのに。だからちょっとやめよう。いいよね、そこまで知らないからさ、見たことないからね、ほぼほぼ見たことがなくて。そうそうそう、だからちょっともったいないんでパスしましょう。もう今日エリムまでピュッて行っちゃおうとか言ってたのにさ、うん、もうお昼過ぎた、過ぎちゃったな。結構いいね、ここらへん。そうそう、ホロマイ駅っていう名前なのか。え、すごいじゃん。ちょっと見ていこう。うん、ポッポ屋ロケ地、ポッポ屋ではホロマイ駅として出てたって。こんなかかな。あ、そうか、そうか、志村けんも出てたんだね。
大竹しのぶも出てたんだ。すごいじゃん、これ入れるの。あ、これも映画で使ったってこと？すごくない？こんなんだったの。へえ、すごい。すごくない？駅の周りに全部さ、ロケのセットが揃ってるよ。ねえ、これは違うのかな。なんだろう、このだるま食堂って何かあったんだろうね。忘れちゃったな、見たけど。結構いいね、こじんまりと全部見れて、うん、面白いね。面白いよね、うん、無造作に置かれてんの ね, ね、まあ、本当の駅だもんな。そうだよね、今も使ってるんじゃない。そうそうそう、すごいよね、そう考えると。うん、ここ右でトマムだって。多分冬向こうの帯広側から来たよね。ほんと、向こう側からだって。覚えてる覚えてる。お、そう、さすがだね。これはあんま分かんないけど、すごい雪が降ったりさ。そうそう、あ、そう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 、結構やっぱ夏と雰囲気が全然違うね。違うね。峠じゃない。カリカツ峠だね。トカチと石狩かな。あれどこ？寄ってみよう。すんげえな、そば畑全部左側。本当？うん。なんか新得町に入ったんだけど、そばが有名なんだって。すごいよ、広大で。ずっとそうだよ、多分右も。あ、そばって出てきた。そうでしょ。そば、そば屋さんもある。へぇ、すごくない？すごいね。新徳そばって。あ、なんか会社もあるもんね。うん。そばの里だって。混んでるね。美味しいのかな。あ、そばの館か。へぇ。ここを右、これ。丘の上のカフェレストラン432ビレッジ。どういう意味なんだろう、432ってね。4321。あ、そういうことか。なら321か。そうか。丘かな。着いた着いた着いた。おお、いいね。やってる。いっぱいいるよ。やってるよね。いっぱいいるからやってるんじゃない。ね、いいか。いいじゃんいいじゃん、ね、行ってみましょうか。すごいね、おしゃれなお店。すごいよね、うん、乗馬のお客様。おわ、すごい乗馬があるんだ。畜生、これは今日売り切れです。売り切れです。で、今日は D ランチとスペシャルランチ、ビーフカレー。ビーフが 120g も入ってんの。ちょっと楽しみ。なんかいっぱいある。ケーキもあれば、オムライスもね、美味しい。ね、この眺めよ、すごいよ。全部入り、ローストビーフ、それからポーク、チキン、ソーセージ、サラダ。すごいな。これでライスとスープついてさ、1380円。安い。すごいよ。美味しそう。こんなにお肉が入ってるよ。やばいな。じゃん。サラダがすごいじゃん、セットのサラダがさ。そうなの、こんなに山盛りなんだよ。時だってちょっとのとこ結構あるじゃん、セットのサラダってね。そう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 。しかもなんかさ、すごいんだよね、お芋が。芋だけでだって何種類、1,2,3,4種類入ってるよ、ポテトサラダ入れたら。ポテトサラダも。いただきます。
味しい。甘そう。甘くてホクホク。これは？これは何？あ、酢漬けか？あ、うまっ。ローストビーフ。次、ローストビーフ。はい。うまい。私にもちょうだいちゃった。うん。いただきます。お肉ちゃえば結構入ってるじゃん。牛フショしかも。そうだよ。うわこんなの初めて食べるかもしれない。カレーでな、うん、贅沢すぎない？すごい贅沢じゃない。いただきます。うん、どう？うまっ。ステーキ丼も 120g でさ1680円、値段一緒だね。ちょっとサラサラ系だけど甘くていいね。ちょっとスパイシーだけど甘いの。 120g の牛のステーキが入ってるカレーなんか聞いたことないもんな。あのね、カレーがすごい美味しい。あ、玉ねぎいっぱいなんじゃないの。すごい美味しい。はい、国道に戻ってきました。うまかったな。美味しかった。あの俺のも美味しかったけどさ、うん、そちらのカレーやばかったな。こちらのカレーすごかったよ。お肉もめちゃくちゃ美味しいけど、あのカレーの甘みを、そうそうそう、すごいコクと甘み、びっくりした。今までトップ3に入るカレーだね。そうそうそう、ね、本当に美味しかった。その純粋カレーとしてね、うんうん、なんか凝ったのいっぱいあるじゃん、純粋なカレーとしてはトップ3だな。サラッとしてるのに、そう、コクがあって不思議な感じ。美味しかったよ。美味しかった。よし、ではこの口にはやっぱソフトクリームでしょ、うん、帯広といえばね、やっぱスイーツの街っぽいからさ、うん、六花亭があったり、うん、でこっからね40キロのところに JA 目室がやってるソフトクリーム屋があるから、うんうん、まずそこ行って、うん、もう一個帯広でめちゃくちゃ有名なソフトクリーム屋があるから、うん、そこに行って、うん、最後は六花亭に行って仕上げると。なるほど、完璧です。十勝川です。気をつけて。すごいね、ここら辺も十勝平野だよね。そうだね、だだっ広い、うん、平べったくてすごい一面農業。そうそう、右は大麦かな、麦で、左は何だろうね、まだ小さいね、うん、もうそこら辺なんだけど、JA 目室の あったあった、 A コープって書いてある。あ、これじゃない、絶対これでしょ。どっから入るんだろう。あ、あの信号か。どれだ、あれじゃない、アイス屋。あ、それだ多分、うん、あれあれ。ありましたありました。あ、並んでる。ちょっと そんなには混んでなさそうだ、うん、よかったね。よっしゃ、アイス屋さん、クリーム、ハーフサイズっていうのもあるんだ。どうぞ。あ、うまい。上位じゃない？上位に入ったね。美味しい。さっぱり系、ミルクさっぱり系。うん。いいね。お、ここ美味しいね、アイス屋。JA 目室がやってるアイス屋。美味しいね。美味しい。すごい美味しい。さっぱり系だよね。うん。うん、いいね。では次のアイスクリーム屋さんに向かいます。はい。さあ次はウェモンズハートっていうね。うん。すげえ人気店っぽいから、こっちは並ぶんじゃないか。やっぱりこんなんしてたら六花亭が間に合わないかも。本当だね。まあそん時はそん時だな、しょうがないね。もう着くんだけどさ、うん、なんか森の中に入ってきちゃった。本当だね。なんだこれ、リバティ広瀬牧場。うわ広いなこれ。広いね。全部かなこれ。あ、これは違うか、さすがに農場。いや濃いよな、牧場、広瀬牧場っていうところ。うん、ウェモンズハート、なんか有名だよ。うお、すげえ。ちょっと買ってきてくれる？すごいね。車が止めれないもんね。
どうぞ。いただきます。うまい、やばい、うまい、すごいうまい、すごいうまい、めちゃくちゃうまいな。結構濃厚系だな。だけど最後後味がでも結構軽いんだよね、サラッと。あ、そうそう、サラッとしてるね。うまいな、これ最高だね。何せ今日暑いからすぐさ溶けちゃうんだよ。そうそうそう、すごいな。美味しかった。美味しかったね。混んでました。しかし超人気店だなね。今日は今だってさ、やばいよ、32度だよここ。やばくない？すぐ溶けちゃうんだよね。ソフトクリームがびっくりするぐらい美味しかった。あ、うまいな。でもこういっぱい食べてると別海の旅に行きたくなっちゃうんだよな。あ、確かに。200キロぐらいかな、300キロぐらいあるのかな、ここから。結構もう遠くまで来ちゃったからね。何回か戻ろうという話にはなったんだよね、うん、タイミングごとに。そうそう、どうしようかな。もう一周したらじゃあ諦めて。本当だよ、ね、長野県の夏を北海道で過ごす。諦めて北海道で過ごしたらもう一周して。それももったいないしな。帯広の町結構都会じゃん。結構都会、広いな。そうして、うん、うん、さあそろそろ着くぞ。ここを右っていうんだけど、さあここかな、メインの道は。駅前通りみたいな。違う？ここメインの道？多分。でも六花亭本店そこら辺なんだよな。うーん。へえ、美味しそう。お汁粉。お汁粉。意外と空いてるね。こっちにもいっぱいあった。六花亭アイスバターサンドだったかな、本店です。いただきまーす。あ、うまっ、超うまい、うん、最高だ。じゃあリリモに向かいます。こっからね、2時間ぐらいかな、帯広から。うん、何キロだろう。120くらいなのかな。そんなもんか。帯広まで57キロか。ね、これ50キロぐらい来たな。うん、ずっと無料の。そうだね、もうあとエリモンまでだって。50、60ぐらい、71キロ。あ、70ぐらい、うん、あ、まだいけるわ。終点。いやー、いい道だったな。大気町だな、知ってる？うん、ホリエモンがやってるじゃん、飛行機ロケット。あ、ロケット、うん、いっぱいエンジニアも来てるでしょ。どこにあるんだろう。昔からなのかな。普通はあれだよね、重力の小さくなる方に行くのにね、ロケットって。赤道の近くにね。なんでここなんだろうな。日高山脈か、前ね。そうだよね、多分。十勝港だって。こんなとこにあんだ。もうエリモから4、50キロだけどな。太平洋だよね。すごいね、このサイロめちゃくちゃでかいじゃん、うん、すげえな。ここからすぐ船に乗っけるのか。ここから黄金道路じゃないかな、違うかな。すごいよね。あ、ほらほら、黄金道路。金をばらまくように金がかかったっていうさ、うん、すごいとこ行くんじゃない、これ。ここからここの海岸線沿いだね。そうだね、ずっと。わあ、すごいな。海が近いもんな。確かにこれ風強い日さ、かぶってたもんな、うん、わ、霧が出てるじゃん、すごいね、うん、わあ、綺麗だな。
すごいね。すごいね。何これ。寒くなった。いや、一気に寒くなった。帯広31度あったでしょ、32度か。今一気に18度まで下がった。いや、ほんの10キロ前まで24、5度あったんだけど、広尾の町に入った瞬間寒くなった。あ、だから霧が出ちゃうのか。してるじゃん。あ、結構いい波が来るんだな。すごいね。そこが岬でもいいぐらいのさ。そうだね。あ、百人浜本当キャンプ場入り口4キロ、入り口岬12キロ。いや、またでもなんかここは風景が違うね、他と。綺麗だな。すごいね、ここすごい綺麗じゃん。さあ、まだ毛がふさふさだった ね。寒いのか。寒いのか。今13度まで下がってたよ、一瞬。結構寒かったなあ。海に出てさ、うん、寒くなるってないもんな、なんか、本州じゃ。長野から新潟ぐらいじゃん。白馬新潟ぐらいの距離じゃん。そうだね。ねえ、それで温度が16度も下がったらな、すごいよね。すごいよ。あ、これ右って言ってるね。うん、1人310円。すごいじゃん、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるなあ。到着です。はい、今日は襟裳岬の百人浜オートキャンプ場で1人310円。安い。こんな感じ、ライダーがいっぱいいます。で
徒歩すぐのところにお風呂があるみたい、うん、ラジウム線、人工ラジウム線って言ってたかな、うんうんうん、さあ着いたよ。ねえ1分ぐらい、クマいませんかって聞いてたら笑われたけどさ、クマいないらしいそんなん言ってもね、実際いっぱいいるんだもん。トマベツ憩いの湯チャップ、行きましょう。すげえ、ここで待ってるよ俺、ここで。ああ気持ちよかったね。最高でした、うん、貸し切りだったしな最初ねえ、うん、帰りがけに何組か来たけど。さあ六花亭の戦利品です。アイスは食べちゃったんだけどね。おー、プリンアラモードショートケーキ、これなんだ、コルネなんだっけ、うん、ケーキがやったら安いんだよな。いただきます。あ、うまい、おいしい、超うまい、うん、あ、さすがだね、いちごの酸味もいいし、あ、美味しいでしょ、スポンジがしっとりしてる、そうそうそうなの、うん、うまいな、美味しい、いただきます。ブルーベリーもいいね、プリンアラモードです。うまそうだな、うん、おいしい、プリンがすごい滑らか、嘘、うん、ちょっとちょうだい、うまい、おいしい、すごいおいしい、あ、うまいな、美味しい、なめらかプリンっていう感じではなくてさ、うん、ちゃんとしたプリンの感じだね、カラメルとかが、うんうん、あ、うまいな、うん、あ、超うまいな、カラメルがめちゃくちゃうまいな、うん、ラストはこれ、うん、うまっ、サクサク、抜群だね。So sweet, yeah, I need it from ya. Got my hands all on ya, sweet. Everything I wanted, sugar like yes, please, love is like candy. Sweet, yeah, I need it from ya. Got my hands all on ya, sweet. Everything I wanted, sugar like yes, please, love is like candy.